白いやホテルなんですけれども、これ群馬県の前橋市にあるんですけど、もともと白いや その旅館としてずっと長くやってた老舗旅館をジンズ の, 創業者である田中さんが私財で買い取って、世界中のクリエイターさんたちを集結させて作り上げたホテルということで、なんかここもさっきその龍崎さんがおっしゃってたように、なんか非合理的というか、うんうんうん、なんかもうここまで突き抜けてホテル作れるのすごいなって思うホテルなんですけど、もう見た目から結構なんかこんな、ね、こんなホテルないでしょっていうびっくり度がすごくて、もう藤本壮介さんっていう建築家の方が手掛けられてて、このグリーンタワーとこれですね、2つあるんですけど、こっちがグリーンタワーでこっちがヘリテージタワーで2つあって、で、両方藤本さんが手掛けられてるんですけど、なんか藤本さんと田中さん その対談に私ちょっとお伺いしたことがあって、その時になんかもうなんか田中さんがシーツ以外、布団のシーツ以外妥協してないって言ってて、なんかそんなことがホテルでできるんだっていうのは結構びっくりしたというか、やっぱりなんかどこのホテル行ってもなんかそのちょっとやっぱりここは予算的に難しかったんだろうなみたいなのがある中で、ここは本当になんか細部のアミニティに至るまでも本当になんか抜かりなく手掛けられてるホテルですごい面白いなと思ってて、藤本さんも行くたびになんかすごいこの空間最高っていつも SNS でつぶやいてて、なんかそんなホテル素晴らしいなというか、本当に毎回なんかすごい頻度で行ってらっしゃるような気がするんですけど、なんかその感じも私はすごい好きで、本当にさっきのこのちょっとお部屋とかちらってさっきちょっとお見せしちゃったんですけど、ジャスパー・モリソンとかエル・リヒとかすごい世界中のクリエイターさんたちが手掛けられてそのお部屋もありますし、実はサウナもあったりとか、これベッドルームのサウナで本当に寝てサウナを楽しめるんですけどみたいなのも、実はちょっと映ってるお花の花瓶がロウリュになってたりとかして、なんかそういうちょっとアートな遊び心みたいなのもこういう細部にもあるので面白いなっていうのとか、実はすごいお食事も信じられないほど食べました、このレストランで。ここは行けてないんですよ。そうなんですね。ちょっとぜひ行って、そうですよね。その下の方は行ってるんですよ。これ行けてないですよね。本当ですか。そうなんか ここのレストランが結構私今まで行ったホテルの中でもちょっと1番、2番くらい、もうすごくて、結構感動したんですけど、なんか群馬の郷土料理をなんか本当に結構イノベーティブなそのフレンチのスタイルで出してるんですけど、なんかびっくりするくらい、なんかこんな出し方あるのとかっていうのが、でしかも味がなんかすごい親しみのあるやっぱり郷土料理のちょっとなんだスッと入ってきやすい味だったりするので、それがなんか面白くて、なんか結構このレストランもすごいハマっております。龍崎さんはいつなんかいつやったかな、最近でしたっけ、今年の3月ぐらい。そうですよね、なんか行かれてるの拝見しました。そう載せてたんですけど、いやもう本当におっしゃる通りで、なんかもうザ採算度外視の宿なんですよ。なんかこれ単体でマネタイズしようと思ってないんですよ、この宿は。で、ね、でさっき階段の写真とか見てほしいんです。もともとここにあった白い屋旅館の時になんか宴会場とか客室だったところを全部ぶち抜いて階段にしてる、意味わかんないじゃないですか。とかなんかこのアートとかも、田中社長はこのホテル始めるまでアート全く興味ない、一個も知らんみたいな。そうですね、あんまり、そうみたいですね、状態で、なんかドアノックでそのアーティストさん巡って、アーティストさんが、いや田中さんのためやったらもう無料でやるよみたいなことを言わせている、なんか人間力みたいなところを含めて、いやめちゃめちゃすごいなっていうふうに思っていて、でやっぱなんか
群馬ってなんかそのあんまりこうなんすか有名な観、まあ、有名な観光地がないってあれですけど、うん、なんかこう東京に近い分、うん、ちょっとこう観光地としてのこう存在感ちょっと薄かったりとか、行けてる人がなんかめっちゃ行くみたいなイメージってまだそんななかった時に、やっぱなんかこう地元をこれだけこのホテルを通じてここを拠点に盛り上げていくみたいなところに、なんか本当ここまでやりきってるのはマジですごいなっていうふうに思ったっていうのが白い矢ホテルの感想ですね。いや本当になんか今まさにそのちょっと前橋の市自体をもう少し変えていこうということで、なんかそこもすごいあの熱量でその対談で語ってらっしゃったので、ちょっとなんかそんなところもすごい私も楽しみにしているようなホテルです。はい。